ああ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。KY デンジャラスのデンジャラスナイト。さあ始まりました、 KY デンジャラスのデンジャラスナイト。パーソナリティの KY デンジャラスコータと DJ 中地と慎太郎ちょっと迷いながらってこれ何なんだろうはい、ということでですね、今回もあのですね、俺ね帽子をつけてるんですけどね、はい、ヘッドホンをどこにつければいいか分からない。難しいね、やりすぎる。あ、今つけれました見えるかな。これはひどいよ、本当にボケとして。ボケじゃない、結構ガチめにこれやってる。あ、でも聞こえてるの。聞こえてる、聞こえてる。あ、マジで。そう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 ということで今日はですね、これでやっていきたいと思います。ちょっと後ろカーテン閉めてな、ガチ。そしたらちょうど俺のこのボケが際立つかな。伝わるの。はいはい。あ、はい、ありがとうございますはい、今日これでやっていきたいと思います。ということでね、はい、早速コメント、これマイク入ってる。はい、早速お願いします。それではコメント読んでいきましょう、はい、うわ、みんな早いね。ありがとうございます。今週の1位は、あ、あっさー。あ、いや違う、カーゴちゃん。あー、すごい、カーゴちゃん、ありがとうございます。本当にもう僅差だと思うんだけど、あー、ちょっとあっさー、どっちも20、来年っていうさ、ちょっとね、来週挽回どっちも23時ちょうどに送ってきてくれてるから、ね、あー、これあれ、住むあれっすか、これってあのより宜野湾に近い人が有利みたいなそうなのかな。ということでね、電波の関係もありますからね。こんばんはということでね、はい、こんばんは、ありがとうございます、ございます。アッサーもありがとうございます。こんばんは、 KY チャンネルのスポッチのやつ楽しかったですということで。そうなんですよ、 KY チャンネルのスポッチャ動画楽しかったですね。ああ、はいはいはい、ということで、はいはい、よかったですね、あれね。あれ楽しかったですね。一番楽しかったスポーツは何ですか。バレーかな俺は。いや、バレーやってないよ、お前。やってないけど、うん、やっぱチームとして見てるのがめっちゃ楽しかった俺、普通に。結構だからさ、うん、あの、まあ見てない人もいるかもしれないけど、はいはいはい、コータチームと中地チームの、うんうん、あの2つチームでやって、で、ま、バレーは2対2でやってたんだけど、うん、ね、はいはいはい、もうね、序盤10点満点の試合なんだけど、うん、もう圧勝だったさ。そう、ね、8対1ぐらいまで行って、うん、はいはい、強かったのに8対1まで行って、そっからまさかのコータチームが盛り返してきて、うんうん、で逆転するっていう ね、 そうですね。でも、あー、そのね、激アツだった。それを編集したのが、うん、中地だったからこう緊迫感が伝わってこなかったそう、動画上で。だから俺、そうだから、その緊迫感を楽しみにしたんだけど、はいはいはい、なんかあんまりスワーって感じ流れてる感じあんまりだったな。ということでコメント読んでいきましょうか。はい、マリンちゃんも、今マリンちゃんとかもね、いつも早い、こんばんは、ありがとうございます。本当にね、ラムちゃんもこんばんはということでありがとうございます。あ、ラーム、あ、すげえ、これは、あ、一緒、これは多分だから KY デンジャラスがのことが好きすぎて、うん、この視聴者数を上げるためにまさか本アカウントと裏アカウント同時視聴してそういう応援の仕方もあるんだ。そう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 、ガチ勢や、うん、分かんない。あ、でも見て、うん、これあれ124って、本当に同一人物、それともたまたま。しかも1個はスノーで1個はこう、なんていうの、ガチ写真で、うん、ビフォーアフターみたいな感じでも、いや、でもどっちも変わらないんだよ、美人。アフタービフォーだろ、どちらかというの、うん、アフタービフォー言うな、どちらかというの。あ、でもすごい、シュプリームさん、ありがとうございます。デンジャラスナイトの皆様、こんばんデンジャラスナイトの皆様まあまあまあ、そうです、ありがとうございます。こんばんは、乳首ロケット花火をスタジオで見たいな中地の今日のサブチャンネルかな、早いですね。ということで、シュプリームさん、てか、テレビどうなったのっていうこと。そう、そうだよね、テレビが、そうだ、そうそうそう、うん、テレビ、俺、慎太郎のテレビをね、うん、まあ、50万円相当、まあ、予想大体そんぐらい、40、50万かな、うん、相当のテレビを壊してね、はいはい、うん、そうなんですよ。まあ、あれ、ぶっちゃけ、販売機ってやってるんだけど、はいはい、あれも後付けみたいな感じで、まあまあまあ、普通にシンプルに謝ったよね、うん、けど、こいつが、やばいやつすぎて、普通に許すっていう。あ、もう、本当に多くはないでしょ、別に。いやいや、金持ちすぎる。
頭悪いよ。じゃあ、だって俺家使ってないもん。金持ちすぎてやばいなっていうのが、だからお前ね、なんかお前のね、親が、あ、お前が親からレンタルしてる車なんだっけ、あの、フォルクスワーゲン。ゴルフです。こいつ、最近事故って、なんかぶつけてしまった壁に。後ろに事故ってもいい。まあまあ、ぶつけたみたいな。で、後ろ、今さっき見たんだけど、結構バコってへこんでる。割れた、割れた。俺絶対こう怒られるさ、両親の借りてるんだよ、うん、こいつ普通に許してもらったってそういう時期だろうな。やばい、そういう時期だろうな。だから初めてに乗る車にしては、うん、お前ほんと上等すぎる。まあ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 、俺もそう。いやだからね、俺周りの金持ちが憎い。ほんとに俺の友達もね、あのリキくん、リキいるさ、あいつとかも、あーリキ、うん、あいつとかも初めて、あ、リキいるさ、東の、あー、まあ、まあ、リキ、そう、あいつとかも初めてもらった車、親から高校3年生の時、高校3年生の秋に親からもらった車、うん、プリウス。はぁ、うん、すごいな。そうそうそう、確かに。で、まあ、フミヤ君っていう人も、うん、あの、なんて、親から車買ってもらって、乗用車買ってもらったから、うん、考えられない。ほんとに。で、中地は、まあ、中地はまあね、まあ、お前まだマスター。俺はおばあちゃんが死にかけて、もう車運転できないから、うんうん、あ、もういらない、もう乗ることができないからっていうことでは、なんかね、汚い車を、うん、いやでもまだラッキーさもらってるさ、うん、俺原付き俺もらったの原付きだよ。俺嬉しかった、飛び跳ねたよ。一応もらったんだ原付き、うん、おじさんに買ってもらった。おじさんがだから、お前、何ね、お前免許取ったんだな車、うん、よし買ってやるか、うおみたいな、うん、バイク屋行って原付きの書類書かされて。なんかリアクションしづらいねそれ。あ、嬉しかったけどね、うん、ぶっちゃけ。でもいやいやいや、ちょっと貧富の差がね、沖縄出てきてるから。なんて言うんだろうな。下はもうお金の、だから、まあ、沖縄のレベルで言えば多分もう貧富の差で、ここがもう大頂点、あ、頂点、頂点ではね、ピラミッドの、ピラミッドの頂上を、まあ、真ん中ぐらいかな。真ん中、まあ、中の上ぐらいだろ、まあ、ちょっと正直。あ、まあ、お前のこの財力、うん、俺一応言えるのが、うん、下の下ではない、下の上俺貧乏の中の金持ちだ。なんだわ、そのこだわり。俺貧乏の中の金持ちだからもうね、これマジ。いや、貧乏なんでしょ、でも。うん。だけど、貧乏の中にしては、うん、まあ、お金持ちの。貧乏の中の金持ち。ちょっとよくわからないですけど。くくるとね。でも、俺思うのが、貧乏の人の方が、俺、成功するのかなって思ったりするときだ。あ、てか、貧乏、貧乏じゃないっていうよりは、俺、多分、なんか、こう、見た感じ、積極性、そうじゃん。貧乏。いろんなことに。積極的に落ちてるお金拾うとかってこと。そうそう、だから貧乏って、いや、そういう典型的な貧乏じゃなくて、うんうん、なんかこうお金持ちになろうみたいな積極性があるイメージあるさ。だから結構貧乏がお金持ち多いさ、はいはいはい、でも俺ちょっとやばいなと思ったのが慎太郎、うん、お金持ちさ、うん、めっちゃ積極性あるやつ。なあ、そうなんだよ勝てない。そうなんだよ、やばいやばいやばい。これダメだね、お金持ちで積極的な人はダメだよ、うん、ダメダメ。本当に。ということでね、まあ、貧富の差の話しましたか。あ、じゃあ、あるなんか、お前お金持ち、うん、どう、例えば、なんていうのかな、生まれ変わったら、やっぱ自分の家がいい、うん、いい、うん、あ、だって、バイトしないでもな、うん、常にお金入ってるもんね。小遣いもらえる。ぶっちゃけ、万札入ってるさ、ぶっガチで。いや、でも、割とそんなもらってないよ。本当に、どういうお小遣い制度なの。お小遣い制度、いやいやいや、最近俺は、月1万円だから、うん。え、嘘つけよ、ほんと。いや、これは本当に、こいつがお金ないの見たことない。いや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 、月1万円。じゃあ、月1万円さ、うん、その1万円なくなったらどうすんの。まあ、ほんとの、なくなっちゃったから、お手伝いお手伝いして、だからそのお手伝いの時給はリアル。時給だから30分マッサージして5000円時給1万円ふざけてる、こいつ。時給1万円、30分マッサージして5000円ってや。まあ、やば、風俗より高いよ、お前。だから被ったな確か風俗より高いな、そうだな、風俗より高いよ。そうだな、お前風俗嬢泣くよ。やば、いいな、すげえな。でもさ、金持ちもさ、俺才能の一つだと思うんだけど。あー、俺最近、まあそうだね、才能の一つだと思うんだけど、うん、だから俺らの先輩にもいるさ、クッソみたいなねゴールドリードの元氏っていうそんなに言う、はいはい、もうだらしない先輩がいてね、はいはい、まあ、特に何もできずに、はいはい、まあ、そんなに売れる気もない、まあ、そうですけど、まあそんなにそうやってて、うん、チャランポランだけど、うん、親が軍用地主で、うん、将来も何百万何千万もらえるから、ね、今もね、親の、うん、まあ、死亡待ちというかそうそうそう親の死亡待ち、まあ親が最ね、もうね、
もう再起不能になるのを待ってるみたいな。相続するのを待ってるだけです。だからそれも俺才能だと思う。まあね、まあそうだよね、うん、別にお金持ちも才能才能、うん、ラッキーっていう、うん、努力云々じゃなくて、だからバスケ上手いとか野球上手いとかも才能さ、それ、うん、持って生まれて持って生まれたもの、うん、だからお金持ちのもとに生まれるのも才能だから、慎、ね、太郎はもう才能を持ってる腹立つわ腹立つわ。お金持ち意外と多いんだよな、多い周りに、うん、結構多い。なんか事務所の先輩もね、結構ほとんどが貧乏芸人だけど、いや貧乏かな、ちょくちょくお金持ちいるよね。いいよな、ゴリラ浩平さん、うん、いや名前は別に、まあまあ 地主が多いか、誰も土地持ってる人、うん、はいはい、土地持ってる人が多いね、親がっていう。まあまあまあ皆さんね、まあ貧乏な皆さんいると思います、共に頑張っていきましょう頑張りましょうこいつらをでもなんか俺の中で金持ちの俺のイメージで、はい、なんか慎太郎はなんか金持ちの中でもなんかこうしっかり育った感があるわけさ、うん、なんかちゃんと積極性もあるし貪欲さもあるし、なるほど、ね、こうしっかりなんかまあ優しいし、中地が本当にもう金持ちの典型的な失敗かなって思う、うん、いや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 本当にそうだと思うんだけど、そうかな積極性あ、まあそれもだから俺が思うのは多分だからもう別にある程度ね、あるあ何なのかな、ある程度そうかな、うん、ない、え、そんな金持ちでもないけどね、まあまあでもまあ中の上ではあると思う中の上ではある、中の上であると、いやなんか典型的なイメージない、なんかちょっと俺典型的なイメージあるな、甘えん坊っていうかなんか、あーはいはいはい、そう社会に甘えん坊みたいな、社会に甘えん坊俺逆になんか、うん、なんていうのか、金ないやつがめっちゃ頑張ってる感ない、いやわからん、あそういうなんかやつわからん、こうもがいてる感ない、いやなんか、ね、いい意味でよ、がむしゃらにいい意味で、うん、いい意味でだけど頑張ってみましょうということでね、俺マジ、ま、今回めっちゃムカつくのがあって、はいはい、今日の朝ですよ、はい、ニュース見ました俺、あ、なんですか、ジャスティン・ビーバーがね、はい、残りのワールドツアー真っ最中だったんですけど、残りの公演中止ですよ、うわ中止、はいはい、俺チケット買っててらしいね、うん、なんなら飛行機も俺もうそろそろ買おうとしてた、うん、まだ買ってなかったけど危ない、やばくない？え、これ俺めっちゃジャスティンビーバー好きで、俺中2ぐらいから好きで毎日曲も聴いて、うん、ずっと言ってるもんな、そうで、ジャスティンビーバーがコンビニとかね、スーパーマーケットで買い物するのとかも見てる俺 YouTube で、うわそんぐらいジャスティンビーバー愛してやまないだけど、うん、めっちゃ楽しみにした、うん、ライブマジで、なんで映像を見て、俺ライブってもやること決まってるさ、うんうん、その俺2時間とかを毎日見せたから、うわ結局だからもう次何の曲か、なんなら次何喋るかぐらいまで分かるぐらいまで言ってたんだけど中止なんて、その理由がまあもう公表はされてないんだけど、うん、まあ、ぶっちゃけこれだろうって、もう本当にそうなんだけど、うん、ちょっとあのツアーに飽きたっていう、本当にそれ一応は贅沢すぎた、一応ガチ、何回ツアーしてんの、一応本当にすごいのが、あの6大陸もう100何カ国回って、大陸、うん、で公演は一応150公演以上、この2年間でやば、うん、まあ確かにね、だって2時間のライブをさ、うん、1人さ、しかもジャスティン・ビーバーってのライブを、まあ、リハーサルも含めて150回か200回ぐらいしたら、すごいね、それはそれですげえな、でもしてるのが今150公演以上やってるんだけど、うん、残り14公演だわ、まだでも14ツアー、うん、まだ14、いやいやでもさ残り10だ、150公演以上やってきて、まあそうだけど残り14だよ、うん、やばもうちょいな、東京公演がなくなったんじゃなくて、なくなったわ、残りの公演全部、もうアジアとヨーロッパ公演が、あと14公演残ってて、でもね、100何公演かしてもラストスパートでもほんのちょっとだよ、うん、あと14公演頑張ったらもうフィナーレだったのにさ、えつま、うん、規模で、ジャスティン・ビーバーのつい先ほど2時間ぐらい前にジャスティン・ビーバーのマネージャーが、はいはい、ツイッターに投稿したのが、だからもう、うん、しゃあないみたいな、これはもう、うん、ジャスティン・ビーバーの気持ちの問題だから私たちはでもジャスティン・ビーバーのこの気持ちを尊重したいみたいな、うん、いやでもな、それでもついていくの、みんなは行くけどね、行くんだ、行くけどちょっと俺は悲しいな、ああ本当に悲しい、うん、一応払い戻しはあるんだよね、チケットあるある、でもこれ俺今本当にパニックになってるのが、うん、めっちゃかわいそうなのが、メルカリ、うん、メルカリで、ジャスティン・ビーバーのライブって1個1万3000か5000ぐらいするんだけど、はいはいはい、メルカリでVIP 席とか1万5000ぐらいで、あれ売ってるわけさ、普通に、うんうん、売ってるんだけど、メルカリとかそういうなんでサイトあるさ、そういう転売の、転売で、うん、最高15万円で売られてたのよ、VIP が、まあ、10万円以上がもう本当に 何百あったんだけど、その人たちは不幸で、本当だから買って、公式なところから、なんなら売った人からしたら
売って10万円もらうやん、うん、払い戻しもメールとかそういうあれだから払い戻しもされるからその人からしたらもう最高っていうかまあまあ最高って言ったらあれだけど、うん、やばいなうわそっかメルカリとかでねうわ怖、うん、買った人はもう戻せないのかそうそうそううわでも多分俺ジャスティンビーも思うのがもうスーパースターすぎるのかなっていうのがあるあー確かに思わん相当お前らもさ例えばもう何百億何千億持ってるとするよ今お金を、うん、でもうある程度の地位まで正直今ジャスティンビーは以上ってそんなになんていうんだかな、うんまあ、ジャンルは違うのはあるかもしれないけど、うんうん、一応は世界一って言っても過言じゃない、まあ、一応はそうだ、ね、いろんな知らない人はいないもんいないさ、うん、もうやる意味なく、うん、ね、もうなんなんだろうね、うん、本当にもう趣味みたいな俺ぶっちゃけ俺芸人してて、うん、リアルで俺もう1億円稼いだら終わりやめるよすぐやめるよ俺なだからみんなさ今やってる仕事でね、うん、まあ好きでやってるか嫌いでやってるか分からないですけどいや好きでやってないさ仕事はね仕事はそれは金のためにやってるけど、うん、金が、うん、ジャスティン・ビーバーレベルになったらどうするんだろうね本当に何しなくてもだって印税やら何やら、うんうんうんねえチンゲとかも売れるでしょジャスティンビーバーぐらいになったら売れる絶対売れる何百万ねえ本当に何百万とかつきそうだね、うん、ジャスティンビーバー多分パイパンだと思うけどどうなる分からんけど売りもしないだろジャスティンビーバーからしたら、うん、500万とかよりチンゲ抜くの方が嫌だからああ、そんなレベルかそうそう普通に500万捨てるからドブにやべえなやばいなすごい150公演以上してるっていうのが俺衝撃的なんだけどそうえげつなくない俺だからお金で計算したことあるんだけど、うん、例えばあの日本公演で言えば、うん、2日間で10万人入るわけさでもチケットがこうプラスされてたどんどんなんていうの増やされてたわけさ追加で、はいはいはい、まあ大体だから12万ぐらいかな10万、まあ、10万だとするよ10万で1個チケットって1万3000とか1万5000なんですよ、はいはいはい、1万5000円かける10万って何って思う。わけわからんからね。もう何1億か 10億くらい言ってますよ。それの150公演だぜ。もうわけわからん。頭わけわからんくない。すごいね。ね。だからもうわけわからんみたいな。どういう額が動いてるんだろう。うん、だから面白いのがこの日本公演のチケットさ、うん、このウドウ音楽なんとかみたいなサイト、うん、サイトってかこのウドウっていう会社が日本公演のチケットを管理したわけさ、うんはいはい、うどうって場所かみんな買う、うん、そっからジャスティンとなんていうの繋がってる、はいはいはい、ジャスティンの事務局と、はいはい、っていう感じでうどうだったんだけどうどうのこの会社がパニック一番あ、ま、払い戻してこのうどうがするわけさでうどうはまさかの SN この会社は SNS で知ったらしいジャスティン・ビーバーの公演、だからなんか先ほど、ジャスティン本人から、ツアーがありましたが、私たちは今、事実確認をしておりますみたいな、事実が確認され次第、こちら側 でなん対処いたしますのでみたいなパニックそうジャスティンはもうやらないってパッて言っただけだからジャスティンでジャスティン周りがやらないって今なってる状態だからもううわジャスティンだからウドウってせいぜい2公演分やん、うん、残り13公演ぐらいのいろんな場所パニックってやし、うんうんうんまあ、日本だけでも10万人以上がショック受けてるしこのジャスティンのやらないっていうこの一言だけで、うん、世界がもうどよめいてる俺がもう最後に言いたいのはなんかなんと結面石とかが好きだったらよかったなっていうなんて言うんだろういいぐらい日本のドタキャンしない人たち、うん、いいぐらい、うん、俺はもうなんて、まあ、良くも悪くもちょっとあいけない人好きになっちゃったなっていうだからこのなんて禁断の恋禁断の恋ではないけどダメ男を好きになってしまったみたいなそんなに、うん、だって俺ジャスティン・ビーバーぶっちゃけ俺が恐れてたのは、うん、まさかあ俺は一応ぶっちゃけ例えば2年前の日本公演、うん、ジャスティン・ビーバー1時間半から2時間ぐらいあのやる予定だったけど、うん、40分だわしかし全部理由はもうなんかもうめんどくさいやん2丁はとかちょっと体調悪いとかそんぐらいのレベル、うん、もうあと日本のファンがなんかブラジャー投げたば2年前こうステージに、そういうのはあるらしくていやで1人が、うん、そういうので40分でもさ日本の人って普通のレベルのなんていうのかな日本のメジャーの人とかって、うん、何されてもちゃんとやるやん1時間半か2時間、うん、まあそりゃねジャスティン・ビーバーが40分で終わったりとかもう外国では1曲で終わったこともあるもん、うん、5分とか10分とか、うん、1曲歌った後にうわーってお客さん嬉しいからうわージャスティーンってやるやん、うん、でなんかなんて今度歌おうとしなんか2曲目歌おうとしたんだけど、うん、わーが止まらんから、うん、マイク置いてツーって帰ったのよそう帰ったんだけど何それすごっスターすぎてさ別にだってこんなね
こう言ったらだけど5万人をさ、うん、なんか悲しませたところで、うん、残り何億程度いるからファン、まあ、国ね、そうだから本当に俺はもうこれあるから、俺はぶっちゃけそれはもう自分の中で何て言うの覚悟してたべ、もしかしたら30分かもしれない、40分かもしれないし、もしかしたらジャスティン・ビーバー本当にもうやる気ない時あるべ、全然もうずっと口パクするとか、超適当、ダンスももう適当でこんなとか、なんならダンスしないでマイク上げてずっとこの立っとくとかあるわけさ、イケメンとか、それは俺の中ではもうそれはいいなっても許してた、それはもう、だからもう逆にも見に行った時に全然歌わんとか踊らんとかあるだろうなと思ってたけど、まさか公演がなくなるとは思わなかったね。これやばいね、ちょっとショックもあるな、やばいね、うん、ジャスティン、だほんでもキツメイシとかさ、わからんけど、うん、E.T. キングとか、あの辺が好きだったなっていう程よいぐらいのね、ほんとに禁断の恋だね、禁断の恋、もみんなそうだと思う、ミリーバー、でもそれでも、うん、みんなついていくんでしょうね、まあね、ジャスティンには、いやだから俺の友達もね、あのあれだ、でもさっきツイッターでやり取りしたけど、うん、あの飛行機もホテルも取ってた、うわぁ、めっちゃしけてた、それ払い戻したらいいんですよ、グロい、うん、まあね、ジャスティン、ちょまだジャスティンのライブが東京だったから、うん、あのディズニーランド行くって言ってたけど、これでもしもジャスティンがライブをさ岐阜とかでしてたら岐阜に謝れやお前、最悪や、なんかあるだろ、ちょっと待って、パッと思いつかないけどなんかあるよ多分なんかな、岐阜とかでさ岐阜ジャスティンライブして取り消しされたらうわみたいな、ホテル岐阜に4泊で俺みたいな4泊岐阜で何するの岐阜に謝れや、失礼だろお前、失礼がよかった本当に東京でまだ良かったですね。まだいろいろあるさ、まだね、るそうだね、あ、ラームさん、ケツメイシのライブ今週行きますよ。すげえ、いいなー、俺仲間に最近ハマってる。あー、ケツメイシ死に好きだから。嘘つくな。いやいやいや。初めて聞いたよな。え、俺ケツメイシ大好きだよ。本当に。初めて聞いた。じゃあ一番好きな曲。はい。夏の思い出。あーちょっと、ありがち。あとはあとは。じゃあ東京。あー、わかんないそれ。東京、結構わかる、うん、一番好きな歌手誰、慎太郎とかは、世界の終わりが好き、あーうわー、最近もね出したさ、おいわ最近の曲出したさ、おいわ新曲、あれは忘れたけど、あのあれでしょ、うん、映画のやつでしょ、うん、そっち系か、なんかお前一番好きなの、エミネムか、エミネムとケツメイシ、エミネムってもうね、もう叶わぬ恋さ、うん、もうライブ見に行けないですよ100%、うん、今ライブしてないですからね、あ、そうなんだ、そうそうそう、なんか俺すごいなって思うのが本当に、俺がジャスティンになっても多分俺もあんなことするわよ、ぶっちゃけ俺も金があれば、どうだろう、いやお前する絶対やる、いやお前絶対やるな、お前 YouTube のサブチャンネルですらお前手抜くふざけんなよお前、いやだからライブすらしないと思う、まず、あ、そもそもってこと、うん、あーもうお金があれば、毎日そもそもってこと、毎日遊びまくって、あ、そっかそっか、パーティー三昧、覚醒剤とかもやりまくって、確かに、あれぐらいのレベルまでいけばね、野球選手がさ、うん、今もう何ていうの、5億とかもらってるのに、うん、日本の球団で、うん、なんか何千万しかもらえないメジャー球団に挑戦しに行くとか、うん、マイナーリーグからとか、うん、あれ俺考えきれないんだよな、すごいよね、すごいっすよね、あれね、すごいよな、生きがいなのか、すごい、本当に野球好きなんだろうな、俺もぬるま湯に使っとくけど、本当にね、なあ、もう最高だけどね、4球団でもらえるとしても、うん、すごいな、まあ、お金じゃないんだろうね、ジャスティンもなんだかんだ、うん、まあそこまで行けばかな、分からん、俺らもだから今お金持ち、そこまでお金持ちないからそう言ってるけど、うん、いざお金持ちになったらなんていうの、生きがいというか、やっぱりお金じゃないから、生きがいが、あ、もうさらに上を行くのかな、かっこいい、いや、こういうしたいけどな、まあなあ、だから宝くじ当てたいんだよな俺、宝くじ、サマージャンボ今ちょうどやってるからね、7億円なんかあの広告でもしかすると、もしかするかもっていう広告が今あるべ、うん、めっちゃ買いたくなる、ああ炸裂まんまと、めっちゃ引っかかってるよ、わかるわかるよ、もしかすると、もしかするかもみたいな、そうか、俺かもみたいな、それ、あーでもそれなんかな、なんか俺ささやかれたらやばいな、もしかしたらこれ買わんかったら俺1億当たっててみたいな、うん、今聞いて、なんか神様の声聞こえてきたみたいな、わかる、やばい、あでもそれぐらいかもね、神様が帰っていってるかもみたいな、未来の俺が帰っていってるかもみたいな、なえ、サマージャンボってあれ、うん、いくらなんだろう、1枚300円いくらですか、300円、あ、ね、そのワンチャンありますよね、これ10枚ぐらい、3000円分ぐらい、いやでもそう言ってもね、よく言うのがだから、ね、飛行機事故の確率より低いって聞いたことある、あ宝くじ
飛行機で乗ってて事故る墜落する確率より低いって、宝くじが。そう考えたら嫌だな。でも、うん、まあ、それは奥レベルだと思う。怖っじゃあ、うん、宝くじ当たった人は飛行機乗って、うん、墜落するよりすごいってことでしょ、うん、まあそうだね、うん、もうなんかわけのわからん確率だね。すごいね。もう 0.0001% みたいな、そんな確率なんでしょ。もっと本当にそうだもんね。あと聞いたことあるのなんだっけ、雷に当たる確率より低いとか、うん、何それ、だって2億円、あ、10億円だとしたら10億円分のだって利益あれしないといけないから。まあそうか、そう、ね、あ、プラスアルファだ。わけわからん。ちょっとコンビニ、コンビニじゃない、コメントね、はいはい、コメントを読んでいきましょうかなんでコンビニって言ったんだろう。中田猫さん、こんばんにゃっす。こんばんにゃっす。ちょっと遅めの、ありがとうございます、はい、あ、中田猫さん今日誕生日、え、シュプリームさんからハッピーバースデー。誕生日おめでとうございます、すごい。何歳だろう、失礼か、何歳だろうって。すごい、でもすごい、猫の年で言う6歳ぐらいじゃん。結構これ失礼かな、結構言ってるわ、結構言ってるか。6歳って。ローズさん、こんばんは。テレビ壊した動画めっちゃ笑いました。本当にね。あれはね、申し訳ない。テレビはないな、うんうん。笑ったよね。家の中にある家具の中でダントツとか、うん、まあまあもちろんそう。で、うん、テレビの、あ、出た、俺があのクイックレバー振り回して、うん、ポーン飛んでいって、テレビの端っこに、うん、端にバーンって当たったわけさ、はいはい、もうちょいずれてたら当たらんかった場合なの、うん、で、あのテレビって、うん、めちゃくそでかい場合、うん、慎太郎がでかいのを持ってたから、うんうん、あれさ、こいつが、うん、でかいの買ってんければ俺当たってなかったんじゃねみたいな出ました、言い訳思わん、出ました。あとこんだけずれてたら当たらんかったわけさ、だから一見みんなはね、コウタが、うん、あのクイックライパーをうん、振り回さんければよかったって言うと思うけど、うん、俺はそうじゃないと思う、うん、あとこんだけ慎太郎がちっちゃいテレビを買っとけば、うん、俺は当たらなかったば、うん、何が言いたいかというと、うん、全部慎太郎が悪い、最低それは最低だぜ。だから慎太郎の普通の人の家にあるテレビじゃない、でかいし、だからこんなだもん。前さ、慎太郎の部屋にあったやつでしょ、だから部屋のさサイズからしても明らかにおかしいサイズのテレビ、うん、おかしい、うん、あれ買ったの誰、父さん、父さん、父さん、じゃあちょ父さん、うん、呼んできて俺に謝ってもらって、俺の父さんがお前に謝る、わけ壊された人が壊す人に謝る、うん、なんか所詮でっかいテレビ買ってこうたのクイックライパー当ててしまってすいませんって謝ってもらって、俺どういう心境でそれ見たらいいの、サイコパスだよ、もうわけわからないよマジで。まあ本当に申し訳ないですね、あれは本当にね。リオさん、こんばんは、こんばんは、はい、ありがとうございます、リホちゃんね、いつもね、本当に。スプリームさん、保険かけてるし、契約にキャンセルの場合、保険、保証事項があるよと、あ、チケット、保険とかもかけられるんだ。あ、一応、チケット一応払い戻しはありますけど、そういう保険もあるんだ、うん、スプリームさん、ジャスティンは炎上商法、やっちゃうんすよ、炎上商法もレベルじゃないんですよ、ジャスティンはもっと上だよね、炎上商法もいらない、いらないよね、だって本当に炎上商法じゃなくても炎上、本当にただただもうやりたくないからやらんこうって感じ、ただ燃えてるだけみたいな、だから下積みがないっていうのはあるのかな、あー、うん、パッて売れてブワーってさ、もう本当にマイケル・ジャクソンの次ぐらいじゃない、うん、もっと上、マイケルより、ね、いや、マイケル上ではないけど、いや、まあそういったビートルズが多分いると思うけど、だから早くね、なってしまったからっていうのはあるんじゃない、下積みとか、ポンポンポンってね、だってジャスティン・ビーバーの、俺面白いのがジャスティン・ビーバーの必死買ったよ俺、買ってから3000円買ってみたんだけど、面白いのが、うん、こうなんか大体そういうヒストリー系って、うん、なんかこう最初はなんか3人の前からライブを始めて、ね、5年後なんか何人に増えて、はいはい、そっから8年後何々のなんかわかる、でっかいライブに呼ばれて、うん、そこで名前をとかさ、ジャスティン・ビーバーヒストリーめっちゃ面白いのが、なんか6歳ぐらいの頃に、うん、なんか外に出て路上ライブする、うん、その1週間後、うん、200人集まるみたいな、マジマジ、で、何それ、その1年後ライブ1000人集まるみたいな、え、この間何があったみたいな、一番気になるな、この半年ぐらい何があったのみたいな、一番気になる、もう飛び越えちゃってんだよ、だから一応路上スタートなの、ジャスティンも路上、あれは6歳ぐらいだからな、ギター持って外出て歌うぐらいよ、かわいい感じの、うん、あ、だから思ったさ、だからあ、ジャスティンも路上ライブの時あったんだ、まあ、6歳とかその辺だよ、もう、うん、ちっちゃい頃だけど、あ、わからん、小学低学年だったから忘れたけど、その辺だけど、
200人集まったみたいな映画館の前によ。すごいな。おいおいおいみたいな。何それみたいな。どう、もう次元が違うね。そうだね。パン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 って売れてってたんだろうね。そうだね。お中田猫さんから、うん、ありがとうございます、嬉しいです、いい誕生日になりました、ありがとうございます。今日なのかな明日なのかな、おめでとうございます。本当にね、あ、すごいね。でも今日、今日でしょ、だから11時30分。お、今日か、おめでとうございます。4月25日おめでとうございます。本当にいい年に。そうですね、お願いします。いいですね。シュプリームさん、コンティニューコインありがとうございます。サクポヨさんもコンティニューコイン2枚、うん、ありがとうございます。と、こんばんはってコメント来てますね。こんばんは、ありがとうございます。ございます。先月2週間前か、うん、クラブに行って、はいはい、クラウン、那覇のクラウンっていうクラブにね、行ったね、一緒に、うん、引くぐらい俺がモテて、うん、何それ、やばかった、びっくりしたよ。ほん太郎に聞きたくて、だからコータが俺にクラウン、クラブでね、うん、めっちゃ俺モテてやばかったでしたよ。いつものナルシストなの。違う、やばい、あの、本当に、本当に女の子は3人ぐらいが別々で俺に、あの、チューしようって言って、ビッチじゃない、後輩が取り合いよ、取り合い、取り合い、取り合い、俺は逆に、もう俺はどっちかって女の子追いかけたいから、うん、ね、だよね、うん、女が俺来るべ、チューしようって言って、漫画やん。で、もっと飲んで、もっと飲んでって言って、うん、来て、俺は慎太郎と一緒に、うん、まあ、ぶっちゃけブサイクだったさ、一応、まあ、中の下ぐらいだったから、しかも俺なんか泣いてからもうこんなグイグイ来たら嫌でか、気持ち悪いと思って、うん、あの、俺と慎太郎がバーって他の場所行くさ、うん、うわーって追いかけて、えぇーキョキョキョして探して、いいなそれ、ずっと探してずっと探してる、ハンターやん。そう、で、俺がずっと中やし、それ、うん、で、もう俺のここにもうずっとこう、あ、もうほんと、もうひどい時は両方別々で、あ、こんなして、こんな、うわぁな、やばいよ、すげぇとか、もうここツン、ここ引っ張って、引っ張ってから、すげぇやばいぜ、マジなのこれ、マジ、ほんとに、ちょっと引かんかった、めっちゃ引いた、引いたよな、めっちゃ引いた俺は、ここまで、これは、KY デンジャラスのコータっていうのを知ってて、知ってる、知ってる、知ってると思う、そのただ単になんか、雰囲気のいい男の人がいるからとか、なんか、だから、一番だから、そのなんかクラブってブサイクでも女モテるやん。まあクラブマジックっていう言葉、その時100名ぐらいいたか、中に結構いた、めっちゃいっぱいいるんで、もう俺たちはね、どっちかというとなんていうんだ、音楽楽しもうって言ってたわよ、うんうん、でやっぱり中にはやっぱ男で女目的のやついるやん、うん、はいはい、女とやりてえみたいな変態の男いっぱいいるさ、うん、その男たちがめっちゃ女をもうしかしたべ、その女を、うん、その女はこの 5,6 人の男を引き連れて、だからこの 5,6 人はこいつをチューしたやべ、うん、引き連れて俺の前に来て、コウタさんチューしようって、ハハハハだろ、すごいぜ、想像してみ、すごいぜ、しかもなんか怖っ、なんかビキニの怖いな、なんかビッチとかでもないわよ、うん、なんか、なんていうの、普通のクラブに遊びに来た女の子、うん、やばい、だから本当に超憧れる、さあ、いざなったらどな、ちょっと引くよ、うん、俺こんなして見せたけど、やばって、うん、もうコウタそう、そんなに、うん、4P でしょ、いやそう、やばいよ、4P だよ、地獄へ、そうか、いや俺ブスいってるから、いや俺はだ、俺と慎太郎はね、ずっとだから、なんていうの、クラブでキスしたりとか、そういうなんか、うん、男女関係を持とうとするやつが、うん、逆にね、ちょっとな、やだみたいな、普通に音楽を楽しみたかった、音楽楽しみたいから、うん、一応まあ、そういう場所、そういう時ならいいけど、うん、アワパーティーってね、うん、時さ、アワって、うん、だがのに、そう、でじゃあ何もしなかったの？うん、何もしなかった。で、じゃあ腹立つのが、あの、一番腹立つのが、俺となんか仲良くなろうとしたのか分からんけど、うん、手に泡を持ってたくさん。コウタさん、えいって言って顔につけた時、俺マジで右腕殴りたかった。殴ろうと思った。本当に殴ろうと思った。こいつ。パフォンって。クソブスだと思って。泡を、うん。めっちゃ歯食いしましたもん。本当に歯食いしました。殴ろうやつ。歯食いました。本当に腹立った。マジで腹立った。ハーレムマジで？うん、すげえ、やばかったあれな、うん、やばかった、いいなー、いやーでもなー、俺そうそうそう、俺でもクラブで俺言いたいね、かつ入れていい、クラブに、うん、はい、クラブ業界、クラブの女、クラブにいる女、俺クラブにいる女は悪いと思わない、別に音楽楽しんでるのもいるし、うん、だって実際クラブ楽しいもん、ね、楽しい、行って楽しいさ、うん、クラブって、おクラブ行ってる女イコールビッチみたいなのあるやん世の中に、はいはいはい、あれは俺違うと思うんだよ、うん、別に全然違うと思う、クラブクラブでモテてるって錯覚する女、あー、
だから俺もこのねラジオだからモテてモテて言ってるけど、別に嬉しくはないもん。別になんていうの、クラブだからモテただけだって、はいはい、みんな女酔っ払ってるから別に俺に好き好きしただけだって、別に現実道歩いててそんなにしないやん、だから俺はそんな正直別に嬉しいとかじゃないけど、たまにクラブの女よ いるやん、いる、現実社会でモテんくせに、うん、ね、男だったら分かると思うけど、クラブとかでお酒飲んだりとかああいう雰囲気でやってたら、うん、ブスでもよく見えたりする。そう男ってね、正直、うん、あんなね、うん、そんなこんな明るいわけじゃないからね。そう、暗いし、暗いで、ぶっちゃけもうベロンベロンになったら、うん、ブスでもやれたりする。なんでもいけるよ、もう人間であれば、女であれば、あ、人間であれば男も OK みたいなそうだ、ね、女であれば OK みたいな、だいたい雰囲気良ければ全然いけるよ。いいさ、だから、いや雰囲気でもじゃん、もう普通ね、うん、100、髪が長ければいける、100点満点で言えば、うん、25点以上ぐらいであれば OK みたいな、全然いける。男あるさ、赤点じゃなければね、うん、赤点どころかも25点、もっと下か、もっと下、うん、それでモテてるって錯覚してる、いる、本当にいるからね。めっちゃムカつくんだけどね、その俺によ好きって言ってきた女も見てみたいなこの5人全員私のこと好きなのみたいな、あったさ、ちょっとモテてるよ私はみたいな、うん、いやブスが黙れみたいなブスがな、でも本当にいるからね、クラブを一歩出てみろお前、おいおいおいってブスだぞお前みたいな言いたくなるね。自覚してるよ、うん、私はクラブしかでしかモテないけど、うん、クラブ行ったらモテる、それが楽しいからクラブ行くんだって言う人ならいいけど、うん、なるほどね、うん、なんかツイッターでさあーいるいるいる、アイコンブスな女が、うん、何クラブの男マジキモいんだけど、うん、中止を中止をめっちゃ言ってくる、やめてもらっていいみたいな女いるさ、これめっちゃ腹立つお前さお前ちょいちょいちょいってなる、お前は天がじゃ俺たちからしたら最低だ、天がじゃお前は最低だお前俺ムカつくのがごめんね、申し訳ない、そこまで言うかい、うん、あのね、アメジョとかも腹立つな、アメジョ、うん、アメジョもだ、外なんて言うんだろうな、外国人、あ、ツイッターいない？アメリカ人にナンパされたみたいな、はいはい、いるいるいる、なんて、ど、なんて言って断ればいいかわからんかった、とりあえずノーって言ったよみたいな、最近見つけたんだけど、いやお前さごめん、一言言わせて、うん、お前アメリカ人のテンガじゃお前は天がじゃん、天が言うな、うん、めっちゃスッキリするわ、うん、それお前アメリカ人の気持ち考えてみたってさ、超スッキリしたいわ、売れ、逆の立場で言えばよ、例えばどっかの国行ってて分からんけど、うん、どっかなんかマカオ分からんけど、マカオで例えば、例えばよ日本人がめっちゃモテたとする、マカオで、うんうん、はいはい、マカオ、俺たちがじゃあマカオの基地にいるとするよ、はい、マカオの基地、うん、一歩出たら、うん、俺たちがナンパするだけで、あ、日本人にナンパされた、うん、ってやったり、うん、またすぐ開く、うんうん、基地から出ないで、日本人、うん、するやんそれ、うん、男、もちろんもちろん一緒さ男って、うん、We are the world やん、うん、みんな同じ We are the world の使い方合ってるか分からんけど、うん、多分違う、多分間違ってる、同じ精神さ、うん、ね、うん、そりゃあな、うん、いや勘違いすんなよみたいな、お前からなからマンコ取ったら何も残らんおい本当に分からん、めっちゃちょっとひどいこと言ってるように見えるけど、ああそうなんだよ、そうなんですよ、実際そこなんでしょうね、俺だからね、この前も言ったかもしれないけど、だから、うん、なんていうのかな、このオナニーした後の男が愛す、なんていうの、オナニーした後に会いたいって思う女が愛してる女っていう、あそれやん、ね、もう本当にそうだと思うよね、マジでまさにそうだよ、うん、真っさらな状態でね、クラブ一回オナニーして行った方がいいのかなはいはい、ね、純粋に音楽楽しむって直前でオナニーしていったらいいかもしれない、うん、でもいいな、そんなモテるってまあな、確かに、だ手だこ祭りもさ、お前なんかの写真死に、ね、そうそうそう、だから手だこ祭りもやばかったな、死に写真回ってきてて、コウタさんと写真、いやでもだからリョウトさんと写真撮ったとかね、うん、俺一回もない、手だこ祭り行ったんだけど違う、誰、ね、中学生が高橋さん、真顔で怖いって言ってた嘘そうそう、人混みがね、うん、あでもすごいな、ね、でもなんかすごい年齢差感じたっていうか、中学生についていけんかったな、やっぱ、あテンションみたいな、あなんかね、なんで分からんけど、発情中のなんか猫みたいな、分からんけど猫って例え悪いな、やるけどやっぱついていけんかったな、知識はマジで、でもそういう
時代あったんだよね、俺なんかにも。あったね、でも中発情期の猫時代。俺不思議だなと思うのが、俺たちが、うん、なんか高校2年生ぐらいの頃に、うん、3人組ぐらいの女の子がキャーってしてた、その女の子が、うん、の2人ぐらいがもう大体もうここ卒業してるのかな、うん、あの頃は多分高1ぐらいだったはず、うん、がこう歩いてきて、うん、成長してた、やっぱりあ、ケムナイスコウタさんだみたいなぐらいで終わった絡みも、大人な、コウタさん応援してますみたいな冷静なってた、あの頃はうわーやってたけど、やっぱ成長するだろうな、絡み方もって思った。おま中学生と高校生違くない？で、高校生と大学生違う、全然違う、ね、違うと思う、全然違う、中学生のエネルギー半端ない、エネルギー女子中学生の、みんなピンクのバスパンだったわかる那覇と浦添の女子高生ある、バスパンにブギに、ね、あの一つの髪、あはい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 、ね、よく見る、同じファッション可愛いけどね、でもそれでも普通に可愛い。コダクミファンさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。あ、ラムちゃん、話しかけようか迷った。いや、話しかけてていいっすよ、全然。あ、でもそうだ、俺ツイッターでも言ったんだけど、だから、うん、ヤンキーみたいなやつがさ、これ俺も一回ある、あるだろ、うん、やばいぜ、なんかイメージだけど、なんか KY デンジャースに俺こんなこと言えるぜみたいな感じが伝わる。あない、ノリで、めっちゃわかる、うん、なんか見とけよ、今から KY デンジャースになんかタメ口使うからよみたいな、マジでって一人出てきて、コウタさん、あ、コウタさんと言うけど、コウタさんみたいな、よみたいな、そういう感じの、いない？あー、いる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 、なんか俺強いぜみたいな、KY デンジャース、なんかなんて言うんだろうな、な、先輩いるいるいる、うん、8名ぐらいに囲まれたことがあって、ここ最近、マジで、うん、8名ぐらい、もう見るからになんかもう、うん、ああなんかヤンキーだなみたいな感じの、どんな感じ絡んできたの？で、俺ドンキにいて、うん、で普通にお買い物してたら、うん、その8名ぐらいが来て、うわーなんか柄悪いなと思って、はいはいはい、で、そしたらあの YouTuber だよね、みたいな、なんかひそひそ話でね、聞こえて、まあ、ぶっちゃけ YouTuber でもね、うん、俺は嫌じゃない、別に、なんかひそひそ話で、あいつ知ってるみたいな、Twitter、うん、でも見たことあるぜみたいな感じで、うんうんうん、うわなんか知ってるわ、めんどくさいなと思って、なんかちょっと絡まれないようにちょっとさーって離れていったら、うん、後ろから8人がブワーって来て、うん、おいおい、うわ、うわ、いるいるいる、ほんとほんと、おい、有名人みたいな、ツンツンしてきて、おいおい、有名人、そういうのはマジで俺言った方がいいと思うこれ、うわーと思って、うん、うわーってイライラしたんだけど、なんて言った最後、いやだけどもうプロフェッショナルに、うん、あそこは、うん、おーみたいな、成長したな1年前の沖国際でお前、ヤンキーたちに絡まれてこいつ、死ねって言ってる芸人が一発ギャグしてって言われて、芸人が、うん、芸人がファンに一発ギャグしてって言われて、うん、死ねって言うってまさかの変更、成長した、その時はもうさすがに果たした、めっちゃイライラしたけど、僕グッて押さえて、うん、おーって、知ってるのありがとうって言って、うん、俺から写真撮る写真撮ろうって言って、うん、あ、マジっすか、いいっすよいいっすよ、写真撮りましょうみたいな感じで、うん、頑張ってね、バイバイみたいな感じで、まあ、なんかよ、なんて言うんだろう、可愛いやつらもいるよ、中学生の、あ、中学生は本当に分からないんだろうなみたいな、そういう常識が、なんかこうだーみたいな、いつも見てるぜーみたいな、そういうのはいいんだけど、なんか生きがってるクソゴミどもが、おいおい、言い過ぎ言い過ぎ、な、生きがってるやつらいるやん、なんか本当になんかな、タメ口で喋るぞ俺みたいなスタンスの人が嫌いだべ、タメ口で喋るのは いいんだけど、高1、高2ぐらいのヤンキーが立ち悪い、確かにな、うん、中学校まだ可愛いんだよね、なんか可愛く見えちゃう、なんか、なんかいるよね、なんか俺最近もうギノワンのね、最強食堂で飯食ってて、まあ、友達もう一人と飯食ってて、あのガラス外あるさ、うん、ガラス越しに4名ぐらいか、俺ガラス近くに座ってたくさ、うんうん、ガラス越しに4名ぐらいがこんなして見てるわけさ、俺が食ってる、怖それは怖いよ、俺それ見て、別のジャンルだろそれは、なんかあれ俺ってなんか子供の国とかで檻の中にいるのかなみたいな飯食いながら、サッカー感じる、そう感じるぜ、めっちゃ宿、怖そう、飯食って俺室内やん、飯食ってるさ、ガラス越しにさ 4,5 人の高校生大学生分からんけど、こんなして見てから、でちょっとニヤニヤしてるわけさ、うわすげえみたいな感じじゃん、なんかニヤニヤしてて、ほんと俺なんかどっかのなんか動物かなみたいな、チンパンジーかな俺みたいな、それはなんか面白いね、それはまあまあまあ、なんか話しかけてくれたらよかったけど、そうだ、話しかけないやつが誰、
し、なんかあからさまなやついない。こんなにリアクションするめっちゃわかる。すれ違う時とかにすれ違いにはっ、あ この距離で、ね、うん、指もう目に刺さるんじゃないかな指刺したりする、すれ違う時はっ、本当にいつはって言う人いるよね。そうなんだ。はで、俺たちレベルってぶっちゃけたまにあるのが、うん、2人組がいて1人が、あ、KY デンジャラスサンダース、もう1人、え、誰誰誰誰、え、なになに、あーめっちゃある、え、KY デンジャラスだよ、わからんのって言ってわかる、温度差ちょっと恥ずかしいよね、あれどっちも知らないよ、別にいいんだけど。そうだ、俺最近めっちゃ怖かった、初めての体験だ、これ怖い怖い。俺、最近セックス初めて、あの、リョートが見つけたんだけど、デコボコの、うん、え、YouTube に、うん、KY デンジャラスコウタさんがマック食ってるって言って、俺がプライベートでマック食ってるとこが1分ぐらい上げる。怖い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 、怖くない？今もある？鳥肌あるある、鳥肌立って俺。俺が変山と沖縄市のマックだった多分、二人で普通にマックってあははっておしゃべりしてるのが、うん、盗撮で動画上げられてて、怖っ、もう衝撃を受けて。ジャスティン・ビーバーに近づいてるよ。いや、そういうあれじゃん。え、実際どの怖いの？やっぱ、その俺が、うん、こう、ハンバーグ買ってて、食ってて、うん、レタスを下にポトって落として、うん、それをポトって食べようか迷って、置くっていうのがあって、まだよかったね、恥ずかしいな、まだよかったよかったみたいな、これ俺食ってたら危ねえな、ギリギリ危ねえ、危ねえ、俺動画見せたもんな、ポト、あ、レタス落とした、やばいやばいっつって俺取ったもん、やばい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 、コーナー食うな食うな、女がコーナー食うなよ食うなよっつって、よかったー置いた置いたー、安心だわー、何それ、ドン引き、ドン引き、あとでちょっと見ようなー、調べてみたい、いいよいいよびっくりして、怖い、すごい、何それ、そう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 、最近これもう1週間ぐらい前から、へー、ここまでかな、怖いねー、うん、そこまでなんだ、マックいけないやんでもちょっと俺はぶっちゃけ嬉しくない、なんか芸人としての俺は、うん、としてはいい場合、うん、例えば、まあ、ぶっちゃけ例えばこの落としたもんをさ、うん、食ってても、うん、それはそれで面白いって逆にねさ、芸人だからまだ面白いってなるけど、うん、俺エイカーズヒーローが一番ちょっとたまに怖くて、ヒーローね、ぶっちゃけよ、うん、歩道の何も車がいないけど、うん、赤字信号でちょっとだけとか渡るのちょっとだけっていう信号、はいはいはい、ちょっとこう横断歩道を避けて歩いたりとか、そうそうそう、ぶっちゃけあるやん、あるあるある、ちょっとよ、ちょっと、うん、なんかほんのちょっとのあれよ、うんうん、あれとかもうやっぱ気にするやつ、ちょっとなんか見られてるっていう、うん、危ないなって最近怖いね、うん、なんかね、一切俺なんもないんだけどいや意外とあるなんですよ、うん、お前は声かけづらい、見られてるのか、いやだから俺はデコボコの両手とか大変だなと思うよ、ほんとに、うわー、うん、ね、そのマック食いながらね、中地が真顔なとこで、うん、何もね、何したの、何何、マック、リョウトがマックとか、はいはい、リョウトが真顔でもう、うん、マック食ってたら怖いかも ね足組んでこんなとか、うん、落とした足こんなとかしたらね、確かにリョウトさん怖いってなる、怖いね、リョウトは大変だね、うん、ちょっと気使うというか、慎太郎とかでもだって子役やられるんでしょ、メインで、いやすごい、 YouTube 怖メインで言われる、すごい、なんかよ、芸人と YouTuber この2つやっぱ似てるよさ、一応、うん、この2つがやっぱ一番ダメなのは、まあ、特に YouTube なんだけど、うん、なんか勝手に知り合いってなんか勝手に近くない？わかる？いや俺からしたらお前他人だよ、うん、だから毎日俺たちのこと見てるから、うん、YouTube で、うん、勝手になんかもう知り合いぐらい親近感湧いてる感じね、あ、まあでも、うん、そうだよね、うん、まあ、しょうがないけどね、わかる？うん、びっくりするのある、変山寮とかのコメント来てますね、はい、プライベートがなくなってます、それは大げさだろ、そんなことだよお前、ヤーが言ったら言いたいだけだろやそれ、ジャスティン・ビーバーってどうなるの言いたいだけだろこいつバカかってそう、俺なんか最近も怖かったのが、まあまあこれも一応あれか、名前伏せようかな、うん、ある子が、うん、最近会ったわけさ、あの道路で、うん、すれ違いざまあって、うん、あ、コーダさん、コーダさん覚えてます、覚えてます、僕ですよ、名前、あの、ピーですよって名前、うん、なんとかなんとかですよ、覚えてますって言って、うんうん、知り合いだったかなと思って、うんうんうん、ちょっとごめんごめん、ちょっと覚えてないやつさーって言って、あ、覚えてないんすか、って言って、うん、どっか行ったわけさ、うん、え、その後、うんうん、あのダイレクトメッセージ来て、うん、その子から、うん、一言目が、こうたさん今日初めて会いました、イケメンでした、え、初めて会ったの、お前、え、怖くない、え、お前初めて会ったのにさ、何それ、覚えてます、どういうことどういうこと、なんか
僕のこと知ってますボケ、うん、あ、僕のこと知ってますだから、いや、僕のこと知ってますだから分かんない、なんかえ謎だから、わかんない、 YouTube とかでよくコメントしてて勝手になんかもう知り合いって思ってるんでしょうね、もうって思ってんのか分かんないけど、え何それ初めて会ったんかいみたいな、びっくり、そんなのもあんの、あったあった、 YouTube だから悪い、 YouTube 悪いよね、あるやんに、あ勝手に近くない、まあ、コメントとかもね、いつも見てるぜみたいな、うん、そうそうそう、うん、やりやすいからね、うん、まあ YouTuber 結構悩んでるらしいな、それな、はじめしろとかもよく言うし、うん、あ、うん、みんな言う、やっぱいい意味でも悪い意味でも距離が近い、そう、距離が近い、だから例えばそうそうそう、そうだね、なんて言うんだろうな、ね、なんか松本人志が、うんうん、例えばよ、まあまあね、あそこまで行けばあれだけど、うん、歩いてって写真撮ろうってもちろん言いづらいやんに、うん、なんかなんていうな、うん、まあ松本人志じゃなくてあそこまで行けば、うん、あのレベルの人たちは、うん、逆に YouTuber とかってね近いんだよね、うん、なんかね、良くも悪くもだけど、ね、うん、まあして、まあ、そんないい意味で言えば親しみやすいし、まあそれはいいことだと思うけど、うんうん、まあまあ、グーポヨさんから、はい、有名人と同じ学校だった時、有名人と同じ学校だった時の自慢とかみんなすごいですよね、うん、あ、これもあるんだよな、うん、俺たちのだから首里菓子高校ね、俺も中地も首里菓子、慎太郎も首里菓子高校なんだけど、うん、はいはい、だから俺らの同級生とか、まあ1個下1個上ぐらいがある意味もなんかあったりなかったりするような話を、うん、いろんな人にするんだよな、あ、だから首里菓子高校、あ、高校どこってなるやん、もちろん俺の世代って、うん、高校どこ出身、首里菓子高校、首里菓子、あ、KY デンジャラスのとこねって言われて、うん、なんて話弾ますために、うんうん、KY デンジャラスの校だよ、うん、KY デンスとコーテを何とか監督どうみたいな、あ、めっちゃ何とかどうみたいな、学校でめっちゃ何とかどうみたいな、あ、俺よく言われるのが KY デンスコーテよ、あの、あの学校で後輩にオナに見られたぜってやつ、これは本当の話ですか、本当の話だけど、ね、本当の話だけど、これはもう言われてるんだよな、まあいいけどね事実はいいだろう、事実はいいけど、まあまあ、嘘よりもレベルが高い実話と嘘っぽい実話まあまあでも、まあ、ありがたいけどね、声かけられるのは本当に、本当に確かに、でもね、常識のないヤンキーみたいな、分からんけど、ヤンキーね、女の子ってやっぱり俺いいなって思う、あ、そっか、女の子ってやっぱちゃんとしてるじゃん、女ちゃんとしてん、あーでも、あーでもうざい絡みの女もなんかいたことある、え、俺ないな、ヤンキーっぽいやつ、マジでいるけどな、もう絡みええーみたいな女で、うん、わー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 、あ、俺女はいいけどな、俺もでもだから、うん、見た目がドタイプだったからいいんかい、いいんかい、女子は許せる、女子ってだけで、まあそうだね、確かに、まあ、申し訳ないっす、いやでも全然声かけてほしいね、ぶっちゃけ道端で、うん、全然いいっすよ、あ、残り1分ですね、はいはい、早いっすね、はいはい、早いっすね、本当にぜひね、道端で1時間でもさ、嬉しくない、ぶっちゃけ会った時嬉しくない、いや YouTube 見てますとか、あ、めっちゃ嬉しいです、こう超嬉しい、何人が見てるかとか数字では出るけど、うん、1000人見てるんだと、2000人見てる、出るけど実際なんか実感がないさ、うん、俺たちだけ楽しんでるみたいな感じするから、うん、YouTube 見てますって言われたらめっちゃ嬉しいよ、うん、あ、こんな人たち見てるんだみたいな、うん、嬉しいからね、ぜひ道端で僕たちに会ったらね、声かけてください、はい、うん、お願いします、神対応で、うん、真顔でも、うん、いや声かけられたい派ってばだから俺は、あ、そうかそうか、俺も声かけられたい、プライベートとかはもう取られたい、俺盗撮されたいヤードプライベートって面白くないばよずっと真顔、お前レタス落とさんだろ、落とさん、うん、落として食べようか迷っておかんだろ、うん、うん、これだよ違う俺マックでレタス落とすわじゃん普通にやばいやつだから、うん、ということでね、はいはい、ぜひもう盗撮もどんどんしていいっすよ、別にお願いします、うん、当然や、やばいことしてたら載せないで。自信ないから。本当にやめて。プライベート自信ないから。怖い怖い。お、グーポヨさん、いつも応援してます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで来週はね、童貞5人スタジオに呼びたいと思います。それでは以上、ネンジャラさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。ですね。童貞をスタジオにね、5人ぐらい呼びたいと思います。そして。キャンさんも入れてる。そっか、キャンさんこれ言っちゃっていいですか。あ、いいんじゃないですか。キャンさん、あ、キャンさんちょっともう、キャンさんちょっと来ましょうか。キャンさんちょっと来ましょう。はい。僕たちのですね、いつもミキサーしてくれてるキャンさんが、まあちょっと来てから呼べます。はい。あ、すみません、ちょっとこれ背もたれで、ね、大丈夫ですか。キャンさん、
キャンさんがね、もう言ってれば分かる、まあ、キャンさん今何個いくつでしたっけ。30で、女性経験はあります。珍しい。それ相当っすよね。いやだって、周りにいます。周りがいっぱいいるんですけど。どうやっているんですか。あとはどうでも、まあ、まあだろうなっていうのは。やっぱまあ、こういったら30歳の童貞だったら、はいはい、やっぱりこう分かってくるんですか、誰が童貞とか見ていや、でも大体あこいつはあの風俗経験してるなとか。風俗で、そっか。で、じゃなくてあ、ガチそうだなとかっていうのはやっぱりさりげなく話で、僕とかどうですか、風俗経験ありそうですか。風俗経験は、はい、実はなさそうな。ありますよ。そこ外れてるじゃん。すごい。でもあの童貞に関してですよ。あ、まあそうか、はいはい、童貞トークでなんかこの話してるから。なるほどね。実はそこ、そっか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 、なんか、はい、童貞じゃないチラしてるなみたいな、なるほどね。これ理由ぶっちゃけ何だと思うんですか。何が悪くてね、童貞なんすか。いや、だってかっこいいさ、一応、うん、全然。いやかっこいいし。ありがとうございます。だってずっと家に引きこもってるニートとかって怒るけど、全然活発だし、趣味も多いっすよね。まあ、それが一番の原因だと思います。あ、逆にか。逆に、はい、いろんなものに活発すぎて、好きなことやりすぎて、そっちが怠ってるから、はい、女の子寄ってこない。むちゃくちゃ変人らしいっす、ね。スケートとか、自分ローラーブレードが趣味で。ローラーブレード、ローラーブレードってなんすか。まあ、ランドワンとかで、はいはいはい、足につけるやつか。あ、縦のこう両足につけて走る。あれを自分ハーフパイプとかでやるんです。あー、あのだからスケボー少年とか新都心公園にある。これすごい。すげえな。でやってると、はい、逆にモテるんじゃないですか。いや、寄ってくるのは大体小学生とか中学生。あー、そっちか。あー、確かに。その趣味。確かにその世代じゃないか。すごい。2位に中学生って小学校低学年ぐらい言われたことがあります。いまだに結構高校生に間違えられたりとかあります。マジっすか。大学生っぽい感じはある。だからクラブなんて言ったら確実に大学生に、どこの大学って言われます。ああ、確かに。だから年下に敬語使われなくても全然イライラします。キャー、慣れたんですか。慣れました。うん、俺27超えてるけどな。すげえ。慣れるんだ、この人。もうここはたらもう、はい、もう最後まで突き通そうとかあります。それとも一刻も早く卒業したい。別にこだわりはない。ああ別にチャンスあれば全然。もうちゃんとまあ、好きな子ができて、うん、まあ、ちゃんとお付き合いができればなとは思ってますけどね。恋愛経験はありますか。恋愛経験が結局失恋しかないです。ああ、自分は大学生まで陸上競技をやってたんで、はい、絶対モテるじゃないですか。部活でこんなだったんで。ああ、なんか器用貧乏みたいなやつなんですかね。あ、器用不器用、なんていうの、そういうちょっと不器用なんですかね。こう、思い込んだそこにずっと行ってしまう。あ、特に陸上に関してはもう本気でやってたんで。すげえ。じゃあ 100m 10秒台でしょ。10秒9ぐらい。すげえな。日本記録が10秒00ですよね。最近でした。マジか。だからリレー、まあ、自分が一番遅い方だったんですけど、まあ、リレーで九州優勝したりとかね。やばなんだ。でもデモっすよ。まあ、楽しかったですよ。かっこいいな。それは何かに熱中してしまって、そこが怠ってしまうって感じ。だから周りはみんな結構モテモテが多い。でも自分は気をにバランスとその中でもなんか変わり者だしみたいな。ああ、確かに変わり者は、はい、確かに。であと一つ悪かったのは大学の時あれがなかったんで、車がなかったんで。あー、でかい。でかいっすね。確かに、でかいなー、はいはい、それは。ということで、ちょっと僕は一旦音楽を操作します。ちょっと一旦外れますね。ということで、童貞のキャンソンでした。すごいなー、でもいい、童貞。じゃあ来週ちょっと童貞を5人、4人ぐらい呼んで、いいんじゃないですか。4、5人呼んで、1人ビッチかヤリチンどっちか読んで、あー面白そう。ちょリアルな講義しようと思うんで、まあできたらあのキャンさんもちょっと参加してもらって、さっちからでもいいですよ、いいですよ、ぜひ。うわすげえな、楽しみだな。すごいすごい。多分童貞の人の共通点があると思うんだよ。あー、で共通点を見つけきれたらそれが原因だよ、絶対。はいはいはい、そうそう、見つけきれたらすごいね。そう、これ共通点があると思う。
だから引きこもりとかオタクとか俺顔関係ないと思う。だからね、うん、リョータも別に可愛いしかっこいいし、うん、キャンさんかっこいいけどし、アグレッシブ、ね、特技もいっぱいあるけど、うん、童貞でもやっぱりなんか何かしらモテないイコール童貞ではないんだよ絶対、うんうん、だからそれをちょっとね来週徹底的に見つけていきたいと思いますぜひ皆さん来週も見てください。本当にすみません、ありがとうございました。来週も見てくださいね。ラスト流し一言パンティおありがとうございました。すみません、すみません、出演もしてくれて、いやいや楽しかったです。ありがとうございます。すごいですね、10秒。いや正直、自分もクラブでモテたりとかはあるんですよ。あ、やっぱモテそう、クラブでめっちゃモテそう。いやだからやっぱりモテはするんですよね、絶対キャンさんモテはする、はい、まあまあ、全然そういうことがないってわけじゃないんですけど、あー、いけそうな時まではあるんですよ。そういう時に限って失敗するとか。失敗って言うの？頭勝ち割るとか。あー、頭勝ち割るクラブで暴れすぎて。あー、そういうこと。すげえな。じゃあ来週もぜひお願いします。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ゴキブリ出たんすか？あ、こっちはめちゃくちゃ言われ、こっちは結構出るらしい。たまに中違いありがとうございました。はい、お疲れ様です。